皆さんどうもこんにちは、ミントです。さあ、ということで今回ですね、ちょっと一風変わったね、2月22日にゃにゃにゃの日にですね発表されたゲームなんですが、猫で火災を目指すゲームというね、なんだそれと思ったんですけど、まあちょっと説明読んでみると、まあ猫が火災を起こした件数って結構な回数があるらしいんですよね。物を倒してしまったりとかで、そういうことに対して注意しようねみたいな感じの意味でも作られたゲームらしいんで、まあ、早速どんなにファンキーでそして暴れん猫な感じなのか早速やっていこうと思います。レッツスタート。どんな感じだ。あお、猫ちゃん、なんかいろいろ物があるね。やおひょーお、あ、いいでいけるんだ。はい。あ、物やって、あー、やってやってやって。はい、物を落として。はい、これも、物を置いて。はい。やばいやばいやばい。あ、これをね。あと置いて、あと置いてね。あと、これあれじゃない、もしかして。はい、ここね。え、これ どうやるんだこれ。あ、これ頭ぶつけれんじゃない、いけるかよこれ。あ、なんだ、あばい、火事になってる火事になってる、まずい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 。やばい猫なんだけど。おお、ラッツバーニーじゃねえんだ本当に。ちょっと待って待って待って、はい。でね、飼い主さんがここで、はい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 、水がたくさん出しまくって止まんないよーってやってるときに、はいはいはい、こうやってね、でこうやって対処してると、横を行かれて、あ、こんな感じになっちゃうみたいな、そんな感じ。嫌な猫だね。もうすっごいけどこれ。とんでもねえじゃん。でもこれあれなんですかね、ぶつけたりはできないのかな。まあぶつけたりはできないっぽいですね。まああくまで物落としたりとか、そういうのだけなんだね。他はだってね、特にすることもないっていうか、まあそんなにって感じか。もしかしてワンチャンあれかな、ここでやってやべ大変だーって落とせばあれかな、の時間でなんのかな。あ、時間だ、なるほどね。これ以上は特になんもないんだね。他は特になんもないと。このだって、え、これは何に使うんだろうね。これちょっと見てみようか。これこっち行くのかな。ここどうだ。あ、これは、あ、これは普通に戻っていかなきゃいけないな。あ、なるほどね。あくまでやっぱりなんだ、燃えるだけなんですね。いやでもね、燃えるだけって言いますけどね、やっぱりこうやってね、こうやって猫ちゃん可愛いからついついしらしちゃうと思うんですけどね、こうやってやってる隙に猫ちゃんが気づいたらオーブントースターとかね、こんなところで火入れて、うわー取り返しがつかないなんてことにならないようにね、猫は可愛いですけど皆さん気をつけください。それでは猫に可愛いが燃えても燃やされるな。まだまだ寒い時期が続きますので、火事は気をつけていきましょう。それでは皆さん、またよかったら見てください。ニャニャニャの日でした。またね、バイバイ。